会社員の方から質問です。えっ、ー、と、他の社員、先輩も上司も後輩もできない奴が目につきます。で、自分が結局残った仕事をやるはめになるんです。なんとかこいつらを育てる方法はないんでしょうかっていうふうに書いてますね。ちなみにこの方、その会社に勤めて結構長い中堅社員だそうですけども、うーん、いや、育てなくちゃダメでしょでも、今質問してくださった方が A さんとしたらね、 A さんにだったら育てられてもしょうがないなっていう風なカリスマを身につけてるかどうかなんですよ。普段の付き合いです、これは。普段、A さんが周りの人に尊重されるような生き方をしてれば、A さんが、ちょっとちょっと、それおかしいよ。こうやんないとって、多少きつめに言ってもね、あ A さんに言われた。やんないとってなるんですよ。でも、普段から A さんが、二足三問に扱われていたらね、どれだけ A さんが真面目そうなこと言っても、あいつかっこつきやがってって、安く見られるんですよ。 だ普段自分がどうしてるかがすなわち周りの人をどう育てるかになってきますよね逆に周りの人からこの A さんに対して不満がが聞ここえてこないいのがおかしいですよね、うん、できる人じゃないんだったら不満をみんな抱えて腹の中で笑ってるはずです、うん、ですんでねちょっと勘違いしてるって思った方がいいですよ、うん、この A さんがね今質問下さった方があのなんか周りの人が全然できないんじゃなくて一番できないのはあなたですということなんですよ あなたができる人間だったら、さすがに中堅サインで10年、20年勤めていたらね、一目置かれるんですよ。他の人からの私の想像した感触をお話ししましょうか。あの人10年、20年勤めて、まだうた数が上がってねえよ。なんだ、あんなやつやめればいいのにって普段思われてるんですよ。だからそういう人が偉そうに指導したら、おいおい、あんたの言うこと聞いてたらさ、あんたみたいになるじゃねえかよっていうふうに腹の中で考えるんですよ。ですんで考え方をぐるっと変えてみて、あ 自分が安っぽいから周りの人が安っぽくなってるんだなっていうふうに捉えると全部自分事になってくるんですよ。でまさに周りを動かすのは自分の言葉ではなくって自分の行動であり感謝なんですよね。周りの人がいてくれるからだから自分が仕事ができる。周りのやつに足を引っ張られて自分がうたつが上がらないって感じてるから永遠にこれは解決しないですよね。全部くるっとねインサイダーとして考え方を真反対に真裏返しにしてみたらよく見えると思います。はいえー、で この A さんの相談ごとに、いや、A さん悪くないよっていう人にはもう気をつけてください。悪い悪くないではなくて、ビジネス的には A さんは役に立っていないってことなんですよ、これ。心身、うん、そう思った方がいいですね。はい、じゃあ、厳しいことを言ったかもしれませんけども、嫌いにならないでね。じゃあ、いってらっしゃい。